横浜市中区本郷町本郷町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は本郷町1丁目から本郷町3丁目で住居表示未実施。郵便番号は231-0843。面積は0.200平方キロメートル。中区の中部に位置し、北は千代崎町、東は本木町、南は本郷万坂及び本木緑が丘。 西は西の野町と上野町に接する。一丁目から三丁目までの麻町目が設けられ、北西部が一丁目、北東部が二丁目、南部は三丁目となっている。一2二丁目を東西に本目通りが走り、その両側は商店街となっている。三丁目は、根岸の大地を北から侵食する宿と丘陵で、主に住宅地となっている。 三丁目を南北にガス山通りが通り、中ほどにガス山公園がある。これは昭和30年代後半まで東京ガスのガスタンクがあったことに由来する。本木通りには昭和40年代まで横浜市電が運行されていたが廃止されて以降町内に鉄道路線はない。館内駅から本木まで横浜市営地下鉄3号線を建設する計画が あったが、当時の地下鉄建設は、改作工法が、主体のため港湾物流への影響に対する懸念や、商店街の一部の反対があり、断念された。本木通りを走る路線バスが、移動手段の主力となり、千代崎町、本郷町のバス停が設けられているほか、山手駅から本郷町三丁目を通り、本木万坂方面への路線バスも運行されている。古くは、 倉木郡本木本郷村の一部で、1889年4月1日に町村制の施行により、北方村と合併して、本木村となる。1901年4月1日に横浜市に編入。1927年10月1日に区政施行により、旧村域が中区になる。1928年に中区本木町から本郷町が分離、新設された。 当時は1.2丁目が設けられたが、1933年に本木町、北方町の一部を編入、1から3丁目に改められる。地名は、枝里や出郷に対する本郷を意味する。本郷を関する地名には、市内に、西役本郷、坂江区本郷台、緑区東本郷がある。2017年12月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。